皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。今こんな状況なので、いろいろな生活の様式があって、もう新しい生活様式に慣れたよという方もいらっしゃるでしょうし、あるいはこれからまだまだ変えていかなくちゃいけない方もいっぱいいると思いますし、まあ難しい時ではありますが、僕らは僕らなりにですね、バイクの今っぽい遊び方も提案できればと思っております。で、今週の僕の相棒は久々にこの方です。はい、お久しぶりです。高橋ゆきです。よろしくお願いします。ゆきちゃん久しぶりだね。めちゃくちゃ久しぶり。すげえ遠いねここ。いや、そうなんですよ。でもこういうのが今もう結構普通になってきたね。そうですね、1ヶ月半ぐらい経っても、うん、この距離は変わらないんだなってちょっと思って。そうだね、はい、でもさ、これ心の距離じゃないですよね。あ、これ心の距離もうちょっとありますけど。やめて。でもさ、はい、仕事先であのマスクは当たり前でフェイスシールドで喋る仕事ってした？いや、してないです。仕事ではしてない。でも街中でつけてる普通の一般の方っていますよね、うん、フェイスシールドいる。そうなんだ。うん、あのね、俺も基本的にシールドはねつけてる。なぜバイク乗りだからヘルメットかぶってるから。あ、防御性能最高です。あ、いつもヘルメットかぶってるってことですか？そういうわけではございません。話聞いてました。2人がやってきているのはすっかりおなじみとなりました、千葉県茂原市にあります茂原ツインサーキットです。で、今回は実はですね、まあ、いつものモバランツインサーキットながら僕の話じゃないんです。今回はゆきちゃんの回なんです。あら、私の特集でいいんですか？そういうことなんです、はい、残念だけどね。実は私、母が芝居してましたね。え、待って実はですね、はい、私大きな変化がありました、はい、何かと言いますと、今日誕生日なんです。すっごい今わざと薄い拍手を一生懸命手で作ろうとしたんだけど、おめでとう。薄い、いや、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そう、春からバイクの勉強を始めたゆきちゃん。レイさん、これ私の藤子ちゃんですか？はい、私の思い描いてたバイク。早く免許取りたい。あ、はい、いたレイさんに免許制度やバイクの種類など実車に触れながら体験してきたゆきちゃんがいよいよ始動します。それは6月のある日のことでした。免許、待ちに待った免許。あの、早く免許取りたいってうるさかった。はい、そりゃそうですよ。だってアミさんとレイさんが2人でバイク乗ってるのに私何もすることがない。しかもバイクもまたがっちゃってエンジンかけたりおっしゃったもんね。そう、だからまあここから果たして何回で免許が取れるのか。え、普通何回で取れるんですか？覚えてない。なんかね、教習が何時間あるかも覚えてない。夏には私バイクに乗ってるよ。全然間違いない。どうしよう、うん、まあそんな高橋ゆきちゃんの免許を取る物語スタートです。おめでとうございます。なんで誕生日の拍手より大きいの？ライダー誕生だから。おかしくないですか？ライダー誕生、だってさ、バイクに乗りたいって思っていてもいざ教習所に通うって結構エネルギーが必要なことで、はい、確かに。もっと気軽に始められる趣味なんか世の中いっぱいある中で、バイクとか車って結構大変な方だから、うんうんうん、おめでとう、頑張ってね。 ありがとうございます。応援してます。はい、大人になってからそもそも学校に行くって結構珍しい出来事じゃない？確かに。なんか漠然と、例えばじゃあ英会話とかなんか検定とかこんな資格って誰もがあったらいいなと思うけど、うん、結構遠くない？そこ本当に学校行くって。確かに、そうですね。家で勉強するくらいだったらまだ通信講座とかでできるかもしれないけど、学校に通うの結構大変ですよね。そうだよ、それだけ大変なことをもうされてるわけですよ。だから誕生日よりもよっぽどめでたいの今本当に。すごいことを始めたなっていう。そういうことですよね。でしかも今、まあ、こんな状況だから教習所が絶対平常運転じゃないわけじゃない。混んでるの、めちゃくちゃ混んでいて予約がね全然取れないんですよ。自分が免許取った時は、まあ、普通に空いてる時期で、まあ、学生で多分春休みとかだけはずらしたと思うんだけど、はいはいはい、ほぼ毎日行って、うんうん、1、2週間で大型自動二輪は多分取れちゃったのね。だから短期で一気にガッて取れたの。でもそれは空いてて普通の時だったから。本当はそれがやりたかった。ただ、まあ、ちょっとゆきちゃんには申し訳ないけど今このタイミングでもうすでに免許を持ってる方々、まあ、この番組見ていただいている方大半が免許持ってると思いますが、今すでに免許持ってて、もう本当これね申し訳ないけどすげえラッキーだったなと思うの、うん、今移動手段として満員電車を避けてバイクで一人で移動するっていう、それがもう簡単に今できる状態になってて、だからもう昔免許を一生懸命勇気出して取っといてよかったなと思う、はい、でも今免許を頑張って取れば次また何かあった時に一人でそういうスマートな移動手段としてバイクを使うってこともできるようになるし、なんか大人の女性の一選択肢としてさ、それかっこよくない？あ、これね、女性の
校の生徒って結構いっぱいいるんですよ。あ、そうなんだ。私と同じ時期に始めた人も結構いるし、私より先の人もいるし、あ、みんな女性でも関係なく免許取るんだなって新しい発見でしたね。あんなにいると思わなかったです。いや本当にめでたい、おめでとう、本当に頑張ってね。次シミュレーターなんですけど、これ2週間行ってますから、ね、2週間か。いや忘れちゃうね、それは忘れちゃう。今日はちょっとそんな忘れ気味のゆきちゃんに忘れないようにな企画もちょっとやろうかなと思ってますので、ぜひお願いします。はい、一緒にちょっと頑張っていきましょう。はい、葉月美優のホンダドリームに聞いてみよう。今回は千葉県東金市にありますホンダドリーム東金からお送りします。お話はホンダドリーム東金の笑顔が素敵な石井さんです。ブンブンバイクに乗りたいなね。うん、ブンブンソーシャルディスタンスはい、ということで、はい、今年は自粛期間があって、はい、なかなかこうバイクに乗ることができない時期があって、はい、じゃあいざ久しぶりにバイクに乗ろうっていう時に、うん、なんかあれ違うな、なんか変だなって思った時の対処法を教えてください。はい、対処法ですか、うん、難しいですね。まあ、でも、そうやってなんかいつもと違うなっていうところに気づけることがものすごく大切かなと思います。はい、はい、まあ、対処法としてはすぐに僕らに連絡をください。おう、でなんかいつもここがここがいつもと違うんですけど、うんうん、っていうご連絡をいただければアドバイスできると思いますので、うんうん、はい、じゃあもうおかしいなって思ったらすぐホンダドリームへ連絡みたいな感じですか。そうですね、ご連絡いただいた方がいいと思います。で、うんうん、なんかいつもと違うけど、まあ、気のせいかなとか、こんなこと聞いていいのかなとか、うん、多分思っちゃうと思うんですけど、全然気にしないで、気のせいかもしれないですけど、相談はしていただいた方がいいですね。はい、うんうんうん、そこからその重大なことが発覚することもありますし、未然に防げることもあるので。え、じゃあもうどんな細かいことでもいいんだったら、あれなんか鍵刺されにくいかもしれないでもいいですか。すごい大切、はい、うん、刺さりにくいかもしれない以前よりとかっていうのも大切なので、うん、そしたら僕らが何か処置してあげますし、うん、入らなくなっちゃったり抜けなくなっちゃったら大変じゃないですか。はい、はい、そういうのでもいいんですね。そういうのでも全然いいです。はい、はい、あとはなんだろうな、お友達とこうやってツーリングに行って、うん、CBR250RR CB250R、はい、まあ、休憩してる時なんかにこうやって触るじゃないですか。触ったりとか、めっちゃグラグラする。そう、これはこうやってグラグラするんですけど、そっちのバイク、え、全然しない。そう、かっちり止まってるんですよね。これはなんで。車種によって振動対策をされてるバイクがあったり、はい、別に振動対策をしなくてもいいものがあったりするので、うんうんうん、はい、なのでもし僕がこれ乗ってて、うん、あれなんかミュウミュウのバイクと違うなって不安になるじゃないですか、うん、はい、こういう場合でもご連絡いただければ。お、はい、そしたら教えてくれるんですね。教えます、教えます。もうデフォルトでそうなんですよとか。そうです、そうです、はい、お、そういうことがあるんですね、はい、それは知らなかったの。そういう感覚は常に持っていただいて。なるほど、ご相談いただければ。ということはそういうのを普段から気にしながら乗ってないとダメですよね、はいはい、っていうことですよね。そうですね、はい、じゃあ皆さんも少しでも違和感を感じたらすぐホンダドリームへご連絡ですね。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここでホンダドリーム東金からお知らせです。いつも当店をご利用いただきありがとうございます。ホンダドリーム東金ではただいま免許取得応援キャンペーンを開催しております。9月30日までのエントリーで 126cc 以上の新車をご契約いただくと最大で5万円キャッシュバックさせていただきます。また当期間内に CBR1000RRR をご契約いただいた方には据え置きクレジットキャンペーンとして 2.18% の低金利を適用させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。教習所に通い始めたんですよ。おめでとうございます。ゆきちゃんの新たな挑戦を応援するために今回はこの車両を用意しました。人生初めて運転したバイクとしてライダーの記憶に残る一台。
その実力は教習車のベースからベテランライダーまで幅広くカバーするホンダ CB400 スーパーフォアです。これでしょ乗ってるの。これあちょっと違う、私これ乗ってるの、こんなにかっこいいの乗ってるのかな。これの教習車仕様っていう形でちょっと変わってるの。例えば、はい、あの教官の先生が遠目から今高橋さん何やってるのかなって見た時に、例えば何速にギアが入ってるとか、そうなんですよ、ブレーキとかが分かるようにここに追加の透過類がいっぱいついてるの。3速になるとシルバーが光るんですよ、うん、自分でも見えちゃってる、見えてる。先生も当然それ見てるからね。あこれかと思って。あと、まあ、バイクを倒してもバイクが壊れないようにここにこういうガード類、あ鉄の棒がいっぱいついてるでしょ。倒した倒した、はい、倒していいの。あそこはあそこはそういう練習をする場所だから、教習所で練習をしてでちゃんと一人前のライダーになって行動に行くから、だからいっぱい練習できてて、しかもパーソナルトレーニングでもう芸能人の教習所の通い方じゃんそれ。やったさすが。教習所へ通い始めたゆきちゃん、車の免許はオートマチック車限定の免許。皆さん温かい目でご覧ください。クラッチを切るって言われて、うんうんうん、これつなぐとか言うじゃないですか。そうそうそう、これつなぐっていうのが、話すことをつなぐっていうのはやっぱり最初に全然理解ができなくて。でもそれは確かに、あの僕らも普通に言うけど、知ってる側が言い方を直すべきとこだ。それは最初の授業でそれだったんですよ。つなぐこっちの方がつながってるっぽいじゃんと思って握ってるそうなるほどね。だからどっちっていう、これがね、新しいことを次々と覚えていく教習所、一つ一つ課題をクリアしていくはずなんですが、車のブレーキってゆっくりふわふわ握って やるんだけど、それできるんですよ。あと何回も踏むとか、そうするとね、徐々にスピード落とすじゃないですか、ね、バイクの場合はこっちを握らないといけない、でこれが握りきれないから右で助けようと思って自分をキュッてやるとはっなるっていう失敗を何度もして7回です。なんかもうライダーになってきた感があるね。本当ですか。それみんなが通る道で本当に通りました。だって教習所でそれやったもん、まあ、免許持ってる皆さんは誰もが当たり前にやっていて、ただまだ免許持ってない、これから免許取られる方、あるいはなんかお父さんが免許持ってる、じゃあお子さんが奥さんが免許取るなんていう人たちはみんなやっぱそこから始めるから、多分ね、あの免許持ってる人みんなで、ね、懐かしい話、あったあったあるあるみたいな。本当共感してもらえてます。なんか懐かしいなって感じがした。でもそれの全部延長で、例えばこの茂原ツインサーキットでバイクこうやって走らせるっていうのは全部その教習所で教わったことの延長でしかないから、やっぱなんかね、たまに思い出すの、あの時教習所の先生からこういう風に言われたことって今でもこれサーキットでできてなくて、これをちゃんとやらないと次のステップいけないんだなとか、先生の教えはやっぱね真理だったなと思う。そうなんだ、まあ、そんないろいろありますが、はい、まあ、今日はせっかくその教習車の、まあ、要はベースになっている大元、はいはい、おさらいで一緒にちょっとバイクを触ってみよう。はい、はい、はじめは検定などで重要、呪文を唱えるように覚えるバイクに乗るまでの動作をおさらいしましょう。まずハンドルを握ってこれを起こす。ハンドルをまっすぐにする。まっすぐにして、はいはい、して、はいはい、ブレーキをかける。かける。もうバイク今ちょっと起きてる状態ですね。はい。はい、で、このスタンドをスタンドを払う。はいはいはい。乗る。乗る。おお、乗った。乗った。はい。はい。で、このミラーを合わせる。うんうん。おお、おい。これ右手離すと動きますね。ちょっと坂があるかな、ここはね。こんな感じで。でもやっぱなんかやってる感出てきたね7回受けてますから。そうだよね、エリートだから頑張ってね、ちょっと皆さんもですね、じゃあ乗車の手順、発進の手順、降車の手順って多分ね、これ教習所で習ったことと違うことを行動でやることが結構多くて、こっちの方がこういう状況だと理にかなってない、はい、ってことも結構あったりもするので、はいはい、そこは正直食い違いがあるんだけども、ちょっと皆さんも一回ちょっと振り返ってみましょう、こちらご覧ください。はい、二輪車の手順というものですね、乗車の手順、発進の手順、降車の手順というふうにですね、書いてあります。じゃあ僕今からですね、
これを乗車の手順お読み上げいたしますので、はいはい、高橋さんやってください、はい、いいですね、はい、返事が小さい、はい、はい、ありがとうございます、はい、まず周囲の確認、はい、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、誰もいません、誰もいませんか、大丈夫ですか、参りました、はい、次、フロントブレーキを握る、フロントブレーキを握る、はい、はい、握りましたね、はい、握りました、ハンドルをまっすぐに、まっすぐにする、はい、はい、右後方確認括弧目視、はい、 OK です、バイクを起こす、はい、スタンドを払う、あ、合ってんじゃないさっき、はい、右後方確認括弧目視、またそしてまたがる、はい、はい、リアブレーキを踏む、え、ミラーを合わせる、あ、だからキーをオン、はい、ニュートラルを確認、ニュートラルです、なってます、クラッチを握る、はい、スタータースイッチオン、これもうみんな何気なくやってますけど、やっぱ習うと多いですね、これコース、めちゃくちゃ多い、こんなんなきゃいけないんだ、発進までの手順はご覧の通りです、ミラーと目視がとにかく重要です、発進させるわけにはいかないので、続いては降車の手順をおさらいします、バイクを停車させウインカーを切ったところから始めます、ニュートラルにする、ニュートラルにする、はい、ニュートラルにする、あ、2に上げた、ニュートラルにしました、緑のランプつきましたね、はい、キーをオフ、いいですね、フロントブレーキを握り左右後方確認括弧目視、はい、右左見ました、バイクを降りる、はい、スタンドをかける、はい、はい、ハンドルを左に倒す、周囲の確認、はい、バイクから離れるというね、そういう段取りを取る、続いてもバイクとの触れ合いの一歩、車両の取り回しです、今回は8の字で回ってもらいます、じゃあ早速やってみましょうか、エンジンかけないんですよね、エンジンかけたらインチキになっちゃうじゃん8の字を描けるかな、重いね、あ、もう危ねえ言ってる、あ、重い重い重いって、さあそろそろ曲がっていかないと大回りになって距離がどん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 遠くなるよ、え、無理じゃない、え、さあさあどうかな、どうかな、大丈夫かな、お、ハンドルほぼフルロック切った、ゆっくりと着実に動かしていますが、時間の関係上早送りでご紹介します、はい、 OK です、 OK です、はい、よくできましたやりきった顔してるです、やります、やりましょうか、でも今やっぱり自然とバランスを取ったなと思うのが、はい、体をこうやって離してるとさ、ちょっと支えにくいんだよね、あ、それこそこのまま向こう側行っちゃうともう、はい、なかなかしんどいし、だとするとバイクが立ってれば軽いんですよね、傾くと急に重たくなっちゃうから、え、これ今軽いんですか、全然ほぼまっすぐ、そうなんだ、200キロがのしかかってるとは全然思えないぐらい、普通に友達と肩組んでるぐらいの感じ、だからあんまり話しすぎてるよりかは何かあった時のためにこう支えられるといいよね、うん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 、でもこの上り坂よく押したね、重いんです、あ、走るの、走るパターン、あ、でも綺麗に、あ、あ、小回りした、小回り、あ、あ、嘘でしょ、椅子が倒れた、椅子が倒れた、椅子が倒れたそういうことあります、倒れた、はい、早い、え、まあ、もっと重たいのを動かしてるのもあるんだけど、でもバランスさえ取れてればバイクは軽いから、これ筋力使いました、あんまり、ただ傾いちゃうともう引き返せないぐらいまでの重たさが急に襲ってくるから絶対傾けられない、難しいな、だってこの状態って片手でこんな状態、これが傾いてくると、あ、そう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 、あ、あ、結構緊張感あるよね、はい、
はい、そんなわけでゆきちゃんよくできました。ということで今週は高橋ゆきちゃんいよいよ教習所に通い始めたの巻でした。本当だったらねこれがまあこういう状況じゃなければそれこそ4月とかに普通に行っても今頃免許取ってて、そうでそれで夏のバイクをね一緒に楽しんで、で暑くなりすぎて体を冷ますためにガリガリ君を食べるなんていう風情のあるバイク遊びをできてたんじゃないかなとは思うんですけども、はい、まあ、残念ながら今年はもうこんな状況なんで僕らのペースでやっていきまいりましょう。これが本当1年経った時に来年の夏とかに多分もう普通に乗っててそれなりにバイクも当たり前なものになった時に多分結構忘れてるんじゃない、教習所がどうだったとかって。そうなるかも。さすがに私7回受けたこと忘れないと思う。ちょっと待って、前半戦に今7回でしょ。そう、トータルでいくと何回になるのか。それなんですよ。これから免許を取ろうとしている方々や今教室に通っている方々は、はい、多分僕よりももっとゆきちゃんの話を聞いて共感してて、そうなの予約取れないのとか、なんかそういういろんな人たちがいるからその時の状況でその時のなんていうのかな、共感してる仲間というか同期な人たちができるはずだから、本当これがね先々あの時はこうでしたねってなるといいですね。確かにこんなにね頑張って取ってる人いるんだな、本当に補習って受けるんだなって思ってもらえたら私は嬉しいです。はい、じゃあまあ今週はこんなところでそろそろ締めたいかなと思いたいんですが、はい、まあ、来週もですね、まあこういった話をまたお届けしようかななんて思ってるんですけども、はい、まあ今日ゆきちゃんがバイクを動かしたっていうのを見るとちょっとねほろりとくるわけですよ。あら嬉しい。まあ、まあここからの免許取得へ向けて最後意気込みなどをいただきながら今週お別れすることとしましょう。それでは皆様お待ちかね高橋ゆきさんの締めのお言葉いただきたいと思います。先生お願いいたします。さあ今週はですねクイズにします。私が卒検いつ合格できるか、その日にちを皆さん当ててください。結構幅広いよこれ。これ難しいよ。それ難しいです、本当に難しい。もし当たった方がいらっしゃいましたら素敵なプレゼントを差し上げたいと思います。どうだ。じゃあ、本当の日程まで来なかったとしても最終的にはじゃあ、ディレクター判断で、でそれを優勝者をチャンピオンを決めましょうかね。はい、こんな感じで参りましょうか。はい、はい、じゃあゆきちゃん免許取得向けて頑張ってください。頑張ります。ますはい、というわけで皆さんまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。ここで月間プレゼントのお知らせです。オレンジライダーをはじめバイクによる社会貢献活動を行っている一般社団法人ピースメーカーよりサマーティーココペリモデルを2名様に、千葉県大多喜町カフェクラブビッグワンよりバーガー T シャツを2名様にプレゼントします。さらに国内外の自動車メーカー指定用品としても採用される信頼のカーケア用品メーカーシュアラスターよりゼロフィニッシュゼロバリアループパワーショットをオリジナルバッグ付きスペシャルセットにて3名様にプレゼントします。宛先はご覧のところまで。ご応募お待ちしています。